常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらぜひね、Thanks ボタンでご支援ください。チャンネル登録者数が50万人突破しました。ありがとうございます。ぜひね、交流機会に皆さん、見てるけど登録してないというあなたね、チャンネル登録お願いします。なんでかというとね、もうこの後ね、またゲストが、50万人突破記念でゲストすごい人バンバン出ますから。ね、もう今日もご覧になりました。もうお分かりですよね。はい。まあそういう感じで、いろんな人、この後もどんどん出てきますので、チャンネル登録してるとね、通知が出ますから、ぜひ皆さん、これを機会にね、チャンネル登録していただけるとありがたいなと思います。で、今日はですね、NHK 党のね、浜田、議員ね、参議院議員の浜田聡さんがですね、素晴らしい質問をしたのでね、ぜひちょっとこれを取り上げたいなと思ってるんですけど、まあ NHK に関することなんですけどね、初めてですね、寺田総務大臣とですね、激突しました。はい。で、端的に言うとですね、浜田さんすごくいい質問をしました。で、それに対してですね、寺田総務大臣以下ですね、まあその総務省の官僚が塩回答というですね、まあそんな感じなんですが、この質問を通じてですね、NHK の問題ね、またより具体的にですね、いろんなことが明らかになってきたというのがあります。で、浜田さんがね、まあ今回の質問で言ってたのはね、NHK 党の主張ということでね、まあ、3つ、やった方がいいというプランを言ってたんですよね。まあ、一番いいのは、まあ、NHK のスクランブル化をするのがいいだろうと。払ってない人は見れない。払った人が見れる。これでなんか問題ありますかと。これがスクランブル化ね。で、もう一個のプランはですね、イギリスみたいにね、テレビ買った時点でもう強制契約と。そうすれば払う人払わない人っていうのは出てこないでしょうと。ね。で、三つ目は、まあ、今やってるみたいにね、裁判をですね、払ってない人全員に裁判しろと。いう無茶ぶりね。これなんでやらねえんだと。ね、裁判してる人としてない人で分かれてるじゃねえかみたいなこう突っ込みをされるんですよ。で、最初のまあスクランブル化についてはちょっと後で話しますけど、最後のその裁判の件についてね、まあ政府側の塩回答はどんな回答かというと、まあ NHK はその、まあ一応これ総務省の説明ですけどね、その滞納してる人とね、まあ話し合いをして、どうしても払ってくれないって人を選んで裁判してるんで、別に不公平とかそういうことじゃないんですよ、みたいな説明をするんですけど、どうなのということですよね。実際に訴えられてる人ってごく一部だと思うんで、全員じゃないですよね。はい。で、さらに言うとですね、この滞納に関してね、まあ、放送受信料ね、NHK の滞納してる人が何人いて、その総額がいくらになってるかってことを、所轄官庁である総務省把握してんのかと、浜田さん突っ込むわけですよ。突っ込むんですが、なんとここで衝撃回答です。実はその金額、把握してないんです。全然把握してないと。総務省としてはね。それは NHK は知ってるけど、総務省は知らないということになってて。まあ、これは問題ですよね。まあ、そもそも分母としてさ、テレビを置いてる人が何人いるかってことを、まあ、NHK が把握してるのかどうかっていう問題もあるんですけど、まあ、いずれにしてもですね、まあ、これだけね、料金の徴収とかやってるわけですけど、滞納してる人数と、その、まあ、金額をですね、総務省ね、所轄官庁なのに把握してないということが、この質問で明らかになってしまうというですね。まあ、こんな感じで、万事こういう感じで、浜田さん進行していくわけですよね。はい。で、その、最初のね、その、スクランブル化について、非常にね、面白い論点を浜田さんは提示されてまして、今 NHK の BS 放送をね、ピッてつけると、ね、契約してない人には、下の方にこう、黒い窓が出ますよね。ね、BS デジタル放送ね、黒い窓が出て、この窓を消すためには、ここにご連絡くださいみたいなのがこう出てるじゃないですか。あの枠ね、あれなんでこう、全体の9分の1の大きさらしいんですけど、なんでその大きさにしてんのと。ね、これ画面全体を覆うぐらいのね、ね、枠にして、で、その黒字に白とかにしちゃえば、画面見れないし。ね、音だけ聞こえるけど画面見れないみたいな感じにできるじゃないですか。ね。もう音もまあできれば切っちゃえばいいんですけど、まあ切ろうともできるんですけど、要はね、なんでそういう大きくできないんですかと。法令上のね、何かその、まあ制約とか、ね、もしくは技術的な問題あるんですかという問いに対してですね、まあその、総務省側はですね、官僚答弁繰り返すだけなんですよ。はい。それは NHK の裁量であってね、NHK 側にまあ委ねられてる、まあ、その、措置であって、総務省がとやかく言う問題ではありませんという官僚答弁だけをするんですが、じゃあ技術的に不可能だとか、法令上それをやってはいけないっていうことは言わないんですね。まあ、つまり、やろうと思えばできるってことですよね、と、こう、浜田さんが後で確認するんですけど、まあ、そうなんですよ。今、9分の1にしてるやつを、9分の9にしちゃえばいいんですよ。9分の8でもいいですけどね。で、でっかくしちゃって見れないようにすれば、はい、これで、スクランブル、完成ですっていうことなんですよ。実は簡単なんですよね。今もだからやってんじゃんという話ですね。まあ、外為特会の話でもありましたけど、毎年ね、本予算の時に外為特会の、まあ、利益ね、利息で、その、まあ、出てきたお金っていうのは、延滞してね、で、本予算に組み入れられてるっていう話で、外為特会をね、一般会計に入れるのは無理だっていうのは、それは、その、本予算じゃない時は無理だっていう話なんですけど、まあ、そういう、なんか、特殊な事例を挙げて、ああだこうだってこう、まあ、ミスリードするような答弁するんですけど、まあ、今回は全く同じね。ス
クランブルが技術的にできないとか、ね、法令上不可能ということもなく、で事実上今スクランブルに近いような技術を使ってあの表示を出してるわけですよ。だったらこれ大きくすれば、はい、もうスクランブルできるじゃんと。ね。で、これで、その、お金払ってる人だけ見れるってやれば、別に何も問題ないでしょと。ね。で、さらに言えばね、これ浜田さんは言わなかったんですけど、スカパーの無料放送みたいなもんでさ、ね。大事な、本当に国民全体に伝えたい情報の時には、スクランブル解除して、やればいいわけですよ。ね。例えば、まあ、朝のニュースと夜のニュースとか、まあ、昼のニュースとか、まあ、1日3回ぐらい15分ずつスクランブルが解除されて見れる時があると。そうじゃない時は、黒いのが出て見れないみたいなことも、これ、制御は可能なんですよね、実はね。だって、黒い窓をさ、ね、消したりとかつけたりとかできるわけでしょ？全員に対してつけたり消したりとかできるわけですよ、その料金の支払い状況に応じてね。で、やればほら、ね、さっきね、一個前に言ったその、総務省がですね、滞納の人数とか金額把握してないっていう問題もさ、これで把握できるしさ、何が問題なのっていう話なんですけど、なんでこれやらないんですかと。技術的にも法令的にも別に何も問題ないですよねという問いに対してですね、まあ問題があるとは回答できなかったんです。だからまあおそらく問題ないでしょうということで、浜田さんがこの件をものすごく念押しをするんですけれども、まあちょっとぐぬぬって感じですよね、総務省としてはね。で、おそらくまあ NHK を直接呼んで、じゃあ今度話聞きますって言ってたんで、まあ NHK とのですね、まあ対決も見れるかなと思ってるんですけれども、まあスクランブルに関してはだからそんな感じです。ハードル高いって口では言ってますけど、全然高くないし、今でもやってんだろうと。いうことですよね。技術的にも法令上も何も問題がないと、いうことです。で、さらにね、香川県だったっけな、なんかどっかで今 NHK 党がですね、NHK と裁判をしていて、で、そこでね、NHK 側がですね、もう自ら負けましたと言ってですね、請求を断念するっていう事件があったんですね。これ何かというとね、NHK って、滞納した人にこう裁判するんですけど、その裁判するときにですね、遅延利息を取ってないらしいんですよ。これまでね、ずっとね。だから、滞納しても利息払わないので、普通に払った人も、すげえ貯めてね、何年も経ってから払う人もですね、支払う金額一緒なんですよ、実は。はい、遅延利息取らないので。で、今回の裁判で、その、遅延利息がどうも争いになったらしいんですけど、まあ、浜田さん曰くね、その、NHK はその、慣習としてですね、これね、民法95条の話かな。契約にそう書いてあっても、それをずっとその、まあ、実行しないでね、その権利があるのにそれを使わずに、もう慣習としてそれが定着しちゃってるものに関しては、契約に書いて あってもね、ね、それはもう関係ないですと。慣習の方が優先しますっていうね、そういう、まあ、法規範があるわけですよ。まあ、法律にね、まあ、書いてあるわけです、そういうふうに。で、NHK はこれまで、ずっとそのね、遅延利息を取らないと。ね。延滞金を取らないっていうことをもう慣習としてやっちゃってんのね。NHK のその受信契約には延滞金取れるって書いてあるのに、取らないっていうことをもう慣習化して NHK はやっちゃってるわけですよ。そうするともう慣習優先なので、はい、遅延利息取れないんですよね。で、今回判決が出るとですね、この、まあ、民法95条だったかな、確かな。これに従って NHK は遅延利息取れませんっていう判決が確定してしまうんで、やばいと思ったらしくてですね、請求を全部断念することによってですね、判決を出させないというね、これ朝日新聞がよく押し紙訴訟でやってるやつね。はい。結構お金を払って和解して、押し紙はなかったってことで念書書かすみたいなね。で、これで一応その、表向きは押し紙ありませんとか言ってるんですけど、まあ、確定判決をだから回避してですね、裁判では決まってないっていうふうにまあ言う。まあ、これよくやる手です。大企業はまあまあまあってやる時の手なんですけど、同じことを実は NHK がやってるということなんですが、浜田さんここで突っ込み入れまして、まあ、ある種これ請求認諾っていうことですからね。請求断念したということなんで、請求認諾っていうか、自分で裁判を起こしておいて、自分で降りたわけですから、これ確定判決以上の効力を持つと、もう控訴もできないですからね、自分で降りちゃってるんでね、控訴もできないし、もうね、何もできないです、もうこれで決まりなんですよ。ということはこれ確定判決以上の効力を持ってるので、もう今後 NHK はですね、延滞金を取れないとね、放送受信契約には書いてあるのに延滞金は取れないということになるんですけど、これどうなんですかということでねもうぶん投げるわけですよ、質問をね。そしたらまあもちろんこれ答えらんないですよね。いや、それは NHK がやってることなんで我々はちょっとみたいな感じで、いや、これはじゃあ NHK 呼んで話聞かなきゃいけませんねみたいな、こういう展開にまあなったわけですよね。はい、ということで、よく調べてますね、浜田さんね、すごいなと思いました。で、あとね、 NHK 儲けすぎ批判というのも出てまして、まあ各種その公益法人ということでね、各種その税金が免除になってるんですよ。一番大きいのはまあ法人税なんですけど、まあそういったものがいろいろ免除になってね、これどういうことだってまあ質問するんですが、まあ政府側もね、まあいつもの回答ですよ。結局最終的な利益が株主に行くんじゃなくて国庫に返納されるんで、これでいいんですと。会計検査も厳しくチェックしてますから大丈夫ですみたいな、まあ回答なんですけど、でもそれにしてもね、まあ450億円ぐらいのまあ利益がね、出てて、で、受信料取りすぎなんじゃないかと。で、逆にその、取りすぎた受信料があるなら、まあ今不公平ですけれども、払ってる人に対してもね、これを還元することでね、
ね。払ってる人がだから払ってない人の分まで負担してるっていう不公平な状況をある程度解消できるんじゃないかというお話をですね、浜田さんがされてます。で、浜田さんはその年のね、まあ、フローの方ですね。損益計算書の方でこれだけ利益が出てるっていうお話をされてるんですけど、私は貸借対照表の方も見てますので、貸借対照表上はですね、確か私が見た時には7000億円ぐらいの純資産がありました。で、7000億の純資産っていうのは、日本の会社で言うとですね、パナソニックとかぐらいですね。うん。なんかテレビの放送じゃなくて、テレビそのものを作ろうとしてんですかぐらいの勢いなんですけど、あれだけ巨大なね、工場を持った、ね、パナソニックとか、あとね、自動車メーカーで言うとマツダですね。マツダぐらいに匹敵する純資産をお持ちなんですけど、そんなにいるんですかね放送やるのね。しかも公共放送ですよ。おかしくねっていう話ですよね。もうまさに焼け太りと、いうことでね。この公共放送っていう形で維持される限り、まあその法人税免除の何だのも続くし、この巨額資産ね、もう法律で決まってるから受信料いただきますっていう感じで、どんどん集めて、使わねえ金でですね、まあ焼け太りしていくと。で、受信料下げろって言ってもね、スズメの涙程度しか下げないでしょ。だからやっぱりね、これ、民営化が必要なんじゃないかなと。私は思いました。はい。民営化してですね、今いっぱいチャンネル持ってますよね。一個だけ公共チャンネル残して、で、スクランブル放送にでも変えてですね、ね。で、残りは全部民営化して、まあ、電波オークションでもやってね、もう国民にそのお金返してくださいよ。ね。少しでもその、税金を安くするためにね、国民共有の財産ですから、まあ、民放も含めて俺は電波オークションやった方がいいと思うけど、ね、国からただ同然でその電波を使ってさ、こんだけ焼け太ってるって、やっぱり納得いかないですよね。まあ、そういう点でですね、まあ、NHK 党さんね、本来のね、活動、ね、このまあ、NHK を追求するという活動、非常にいいことやってるので、この辺はまあ、注目かなと、いうふうに思いました。まあ、いずれにしてもですね、今後ね、NHK のね、会長、前田会長とですね、まあ、浜田議員のですね、直接対決もちょっと期待されてますので、はい、今後もちょっと国会に注目していきたいなと、いうふうに思ってます。NHK をぶっ壊すということで、すいません。立花さんの真似しました。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人はですね、ぜひ高評価のボタン、そしてチャンネル登録お願いします。それからコメント欄にですね、感想を書いていただきまして、内容気に入ったらぜひね、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー